をご覧いただいてありがとうございます。飛び交う言いがかりやデマ、日本製品不買運動で韓国国内混乱というテーマで今日はお送りしていきたいと思います。韓国大手のポータルサイトによりますと、昇る太陽描写し太陽を描写した最終塔の造形物は、朝日旗を連想する都市、とか、神羅のタイルを、模した水原氏のテントは日本王室のシンボルと似ていると苦情というような、記事がありましたので、ご紹介していきたいと思います。日本の、朝日旗議論が怖くて今後太陽を、継承化したシンボルは使えません、と、まあ、最終市役所関係者が言っていると。最近拡散している反日運動の火の粉が、地方自治体や企業にも跳ね返ってきているということが、韓国国内で起こっているそうです。最近、最終市役所に、ハス北寺にある長さ40メートルのハス北六橋の昇る太陽の形をした造形物を交換してほしいという苦情が数件寄せられた、写真はこちらですね。はい、確かにまあ似てるっちゃ似てますけど、そもそも日本じゃないしですよね。これ日本の旗じゃないですもんね。昔の大日本帝国時代の旗ですよね。はい、この橋の欄干には複数の玄武岩の柱からできている。問題は装飾である。橋の中間の半円造形物を中心に、白色大理石を用いて太陽の光が広がる様子を描写してあるのだが、これが日本帝国の、朝日旗を連想させるという苦情が提起されたものであると。もうここまで来るとほぼクレーマーですよね。しかも国内に対して、しかも市役所の建造物に対して、いやまあどんどんやってくれればいいんですけど、周りから見てる分にはまあ面白くていいですよね。はい、まあ、頑張ってやってもらいたいと思います。で、最終紙は悔しいという立場だ。まあそれはそうでしょうね。2012年に設置当時地域の大学のデザイン学科の教授たちの助言を受けて、最終塔の火山地形で有名なフォルムの上に広がる朝の日差しを描写したということだ。最終紙の関係者は日差しの形だけを除去すれば見栄えが悪くなるし、全体の造形物を変えようとすれば予算がないと語った。まあまあ撤去すればいいんじゃないですかね。似たような苦情は18日京畿道水原市にも入ってきた。市が2016年8月競り市場の商人たちのために1億ウォン余りをかけて店舗の前に日差しと雨を避けられる遮光膜を設置したが、遮光膜の縁についた花模様について日本王室のシンボルである菊であるため変えてくれという民願だった。で、水原氏は、専門家の諮問を経て、この民願に従わないことにした。市関係者は花模様の装飾を含む遮光膜全体が統一神羅時代の軒先の装飾瓦に、習って作られた韓国固有のものというのが専門家の見解だ。インターネットを検索しても16の花びらの菊を描いた統一神羅瓦がすぐ出てくる。日本風だから気分が悪いという理由だけで交換するのは難しいと話した。しかしこれと別に、ヨムテヨン水原市長は24日市役所で使用する日本製コピー機の国産製品への交換を検討すると主張した。まあ検討じゃなくてやっちゃえばいいんじゃないですかね。もうやるなら本当さっさとやってほしいし、トイレも全部変えればいいと思うんですよね。いや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 、本当ここまで来るとただのクレーマーですね。でまあいろんな人が、韓国国内でいろんな人が迷惑を被っているという状況ですね。はい、他にもいくつかあったのでちょっとご紹介していきたいと思います。
テグ市議会企画行政委員会は自由韓国党の議員が代表発議した、テグ市日本帝国主義の象徴物の公共の使用制限条例案、こんなの出してるんですね、を22日審査した。結果は保留。理由は、日本帝国の象徴物の定義が曖昧だということだったと。まあなんでしょうね、自由韓国党の議員も議員なんだけど、こんなの真面目に取り合っている行政もかわいそうですね。はい、次は企業も反日運動のターゲットだ。民主労組宅配労組は24日日本のファッションブランドユニクロ製品の配送を拒否すると明らかにした。宅配便の運転手がユニクロ製品のボックスを確認すれば配送拒否の表示をして返送するというのだ。全国の宅配運転手5万人余りのうち配送拒否に参加する宅配労組員は900人余り、 1.8% とされている。逆にこの人たちクビにしちゃった方がいいかもしれないですね。はい、新川では23日9月文化路にある商人が8年間乗っていた乗用車のレクサスを直接破壊した後路上に展示した。商人会のイ・ジョンウ会長はパフォーマンスに度が過ぎるという世論もあり今週中に車を片付ける予定だと述べたと。邪魔ですよね、道の真ん中に置かれるとね。アピールは自分ちでやってくれって感じですね。はい、もう一つ、CJ 第一政党はヘッパンに原発事故が発生した日本の福島産米ぬか抽出物が使用されているという噂が流れ直ちに解明に乗り出した。ヘッパンの米は 100% 韓国産のみを使用し原料の 0.1% に過ぎなかった米ぬか抽出物が日本産だが福島と800キロ離れた場所で生産されたものという、まあ、言い訳しているわけですね。どうでもいいわって感じですね。はい、はい、ということで、まあ、韓国国内でももういろいろ不買運動とは違うわけのわかんない方向に行っちゃってますよね。まあ今後どうなっていくのか引き続き見ていきたいと思います。それでは今日のお話はこの辺にしたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、高評価、コメントもどしどしお待ちしております。ベルのマークもクリックしておいていただくと、新しい動画が上がった時のお知らせ機能になっておりますのでよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。